ここか。どうするの？すみません、いらっしゃいますか？どちら様でしょうか？クロスベル警察、特務支援課に所属する者です。とある事件に関してこちらの支社長さんの話を聞かせていただければと思いまして。少々お待ちください。さてと。鬼が出るか蛇が出るか。扉が開いてみてのお楽しみですね。お待たせしました。支社長が会われるそうです。どうぞ中へ。どうも。失礼します。いやー、よくいらっしゃいましたね。はじめまして、クロスベル警察特務支援課のロイド・バニングスと言いますこちらこそ、はじめまして。ヘイユエ貿易公使、クロスベル支社を任されているサオリーと言います。ロイドさんにエリーさん、ランディさん、ティオさんでよろしかったですか？どうして私たちの名前まで種を明かしますと、クロスベルタイムズを愛読していまして、あなた方の記事を読んでファンになってしまったんです。それで失礼ながらいろいろつてを使ってお名前を調べさせてもらったんですよ。そうだったんですか？おいおい、いきなり先生パンチかよ。角を歯の切れ者、納得です。いやー、私としては皆さんにお会いできて光栄なんですが、本日はどのようなご用件で？もしや当社の営業活動に何か問題でもあったのでしょうか？いえ、そういうわけではないんです。実は自分たちは現在アルカンシェルに関係する事件を調べていまして。アルカンシェル？ああ、あの有名な劇団のことですね。いやー、クロスベルに来たからには私も一度は見ておきたいんですが、忙しくてなかなか時間が取れなくて。そういえば今度新作が発表されるそうですね。ええ、実はその新作の公演についてちょっとした問題が起きていまして、その捜査の一環としてこちらに伺わせてもらったんです。何か事情がありそうですね。わかりました。詳しい話を聞かせていただきましょう。いいんですか？こちらの貿易会社はカルバード共和国の東方人街に本社がおありだとか。もしかしたら名前くらいご存知ではないかと思いましてなるほど、まるで私どもがその因なる犯罪者と関わりがあるかのようなおっしゃられようですね。いえ、とんでもない。正直情報が少なくて、こうして藁にもすがる思いでお尋ねしたというだけなんですいいでしょう。あくまで一般的な情報ですが、因についてのもう少し詳しい伝説についてご披露しましょうか。お願いします。インという名前は共和国の東方人街では非常に有名です。仮面と黒衣で身を包み、素顔を見せない謎の教師、影のように現れ影のように消え、狙った獲物は決して逃がさない。そしてここが肝心ですが、どうやら不老不死という話なのです。不老不死？それはどういう？どうやらインは100年以上前から教師として活動を続けているそうです。100年前といえば
カルバード共和国が民主化された直後くらいのことですね。そしてその時の記録を調べると、確かに院の名前が品質するそうです。動乱期の最中、要人を次々と葬った国威に身を包んだ謎の魔人としてね。ますますもって荒唐無稽な話ですね。やっぱりただの言い伝えで実在はしてないんじゃねえのか。いいえ、実在しますよ。何？東方人街の裏側においては、院はただの伝説ではありません。正体不明ではありますが、条件さえ合えばミラで雇える最高の資格にして暗殺者、あらゆる暗記と武術を使いこなす神速の速さを秘めた闇の武術家、そんな存在として認知されています。噂ではとある組織に重宝され、よく仕事を任されているのだとか。その組織というのは？ああそうそう、その院ですが、噂では最近東方人街から姿を消してしまったそうですね。なんでもその組織から大きな仕事が入ったらしく、とある自治州に向かったのだとか。あんたどうしました？その組織が何という名前なのか、私はまだ申し上げていませんよ。その自治州がどこなのかもね。どうやらあなた方もルバーチェと同じようですね。たかが地方組織ごときと同じにしないでいただきたいと言いたいところですが、彼らは彼らでこの得意な町に抜け目なく適応しているだけはある。なかなかに手強く、私も手こずらせてもらっています。おいおい、ぶっちゃけましたね。あくまでビジネスの競争相手としての話ですよ。クロスベルは自由な競争が法によって保障されている場所。何か問題でもありますか？一つ聞かせてください。そのルバージェとの競争の中にアルカンシェルは入っていますか？ほう。以前ルバージェの会長はアルカンシェルに対して帝都工業を持ちかけたそうです。同じようなことをお考えになってらっしゃるとか。確かに共和国の方ではそういった動きもあるようですが、あいにく私どもの会社は芸能方面には関わっておりません。私としても不思議なのですよ。どうしてその脅迫状の最後にそんな名前が書かれていたのかがね。なるほど、いろいろと参考になりました。どうもありがとうございました。ロイドさん。おい、いいのかよ。これ以上ここにいても得られるものはなさそうだ。いろいろと忙しいみたいだし、そろそろ失礼させてもらおう。そうね。お気遣い感謝します。ああ、そうロイドさん、何でしょうか？そう怖い顔しないでください。先ほども言ったように、私があなた方のファンというのは本当のことなんですから。今回の一件、なかなかに興味深い。一ファンとしてあなた方がどのように解決してくれるか楽しみにさせていただきますよ。お疲れ様でした。また何かあればいつでもいらっしゃってくださいとの支社長からの伝言です。どうもご親切に。ルバーチェに続いてこちらもだったか。ま、あっちよりははるかに友好的だったが、逆に舐められてたのかもな。その可能性は否定できないかと。あ、エリー、ひょっとして具合が悪いんですか？ううん、大丈夫よ。それよりも
インという凄腕の資格がクロスベルに潜入している。その情報は確かみたいね。ああ、あの調子だと間違いないだろう。ただあの支社長がアルカンシェリやイリアさんを脅迫したとは思えないんだよな。ああ、そんな感じはしたな。もしそうだったら、そもそもインとの関係をほのめかしたりはしねえだろう。ということは、インという暗殺者が雇い主である兵ユイに関係なく勝手にやったことなのでしょうか。そうだとしたら、正直手詰まりになりそうだ。さっきの話が本当なら、あの支社長もインの素性を知ってるわけじゃないんだろう。となると本人を捕まえるしか聞き出す方法がないってわけか。そうね。もしそのインという資格がイリアさんを狙っているなら、これはもう私たちの仕事ではないかもしれない。どうやら相当な凄腕みたいだし、私たちで捕まえられる保証もない。だったら今回は警察本部に任せた方がいいんじゃないかしら。それはまた旧市街の時のように知らぬ顔をされるのでは。ううん、アルカンシェルやイリア・プラティエという存在はクロスベル氏にとって非常に重要よ。その身に危険が迫っているなら、警察本部だって絶対に動くはず。それこそ警察の威信にかけてもね。その通りだ。あなたは確か捜査一課の一課のダドリーだ。来い。え、こんな場所で悠長に話をするバカがどこにいる。いいからついてこい。わかりました。おいおい、なんだってんだ。お前たちはアホか。何のつもりかは知らんが、のこのこと乗り込んで、挙句の果てにあんな場所で悠長に相談事をするとはな。すみません。確かに少々配慮が足りませんでした。まあいい。ででとは、アルカンシェルがどうとか口走っていただろう。それとお前たちが兵ゆえを訪れたことに何の関係があるか、洗いざらい話せと言っている。なおいおい、いきなり何言ってんだ。唐突に現れた割にはずうずうしい要求ですね。ずうずうしいのはどちらだ。我々一家は一月以上前から兵ゆえをマークしている。いきなり何の断りもなく割って入ったのはお前たちだぞ。そうなんですか。もしかして一家の方でもインを。その名前を知っていたか。とにかく知っていることを包み隠さず話してもらおう。従わなかった場合、こちらの捜査妨害を行ったとしてセルゲイさんに厳重抗議する。わかりました。ただし、あくまで支援課で受けた話です。他言は無用にお願いしますよ。それは私が判断する。いいから話せ。これは命令だ。なるほどな。手がかりがないと思ったが、ようやく尻尾を出したというわけか。それはインのことですよね。そうだ。ルバーチェに対抗するため兵ゆえが切り札として雇ったという凄腕の資格にして暗殺者。ある筋から情報を入手して以来、我々一家は兵ゆえを監視してきた。だがまさかお前たちのような子犬どもに首を突っ込まれる隙を作るとはな。へっ、言ってくれるじゃねえか。ですが、どうして兵ゆえだけ監視を。ルバーチェの方は放置しているようですが。何を言っている。ルバーチェについても大体の動きは把握しているぞ。
旧市街の一件や軍用犬の使用、お前たちが関わった一連の事件もある程度のことは事前に掴んでいた。だったらどうして。ふん、あの程度で動いていてはキリがないというだけだ。殺人が起こったわけでもなし、ただの小さないざこざに過ぎん。どうして他の重要案件を後回しにして限りある人員を割かなくてはならん。そうは言っても、我々捜査一課はお前たちのようなボンクラとは違う。この正義が守りきれない町で一定以上の秩序を保ち続けること、殺人などの重犯罪を抑止し、犯罪組織や外国の諜報機関から可能な限り人と社会を守ること、その苦労がお前たちに分かるのか。やはりそうなんですね。クロスベルの平和と繁栄は薄皮一枚の上に成り立っている。市民の大半はその事実に気づいていないがな。ルバーチが帝国派議員と結びついている話は有名だが、あのヘイウェにしたところで共和国派議員と関係を深めている。その時点で直接手を出すのはどちらも不可能になってしまっている。それだけではない。スパイを取り締まれる法律がないから外国の諜報員なども入りたい放題だ。そんな、信じられません。なんつうか末期状態かもしれねえな。だがそんな絶望的な状況でも我々はやれることをやるだけだ。全ての案件の危険度を査定し、たとえ根本的に解決できなくても抑止できるように働きかける。院の問題もその一環に過ぎん。アルカンシェルの一件についてはこちらの目が行き届いていなかった。情報提供に感謝する。あとは一課が引き継ぐから、お前たちは通常業務に戻るがいい。おいおい、なんでそうなる。どうやら状況を判断する限り院が実在するのは確かだろう。兵ゆえの動向にも気を配りつつ、姿なき謎の暗殺者の手からイリア・プラティエを守りきる。そんな真似がお前たちにできるのか。人手がなければ難しいかもしれませんね。アルカンシェルへの連絡だけはせめてお前たちに任せてやる。脅迫事件の対策が捜査一課に引き継がれること、きちんと説明しておけよ。くそ、言うだけ言ってとっとと行きやがったな。しかも専用車でというのがさらにムカつく感じです。でも彼の言うことも納得できないわけじゃない。実際こちらで処理できる範疇を超えてきている気がする。リーシャとイリアさんには事情を説明して謝るしかないな。ええ、それしかねえか。仕方ありませんね。ちょっと待って。ロイド、あなたがそんなことを言うの。壁を乗り越えるってみんなでなら乗り越えられるって言ってくれたじゃない。なのにどうして。エリー、おいおい、どうしたんだ。お嬢だってさっきは警察本部に任せるべきだって言ってただろうが。そうよね、エリーさん。その俺だって悔しいし何とかしたいと思ってるさ。エリーがそう言うなら何とか別の手を考えて。いいの、ごめんなさい、ちょっと疲れているみたい。エリー、ま、今日はいろいろと厄介な連中とばかり顔を合わせたからな。アルカンシェルに行ってイリアさんたちに報告したら戻って一休みしようぜ。そうですね、それがいいと思います。そうだな、エリー。
それでいいかい？ええ、みんなありがとう。それじゃあアルカンシェルに行きましょう。あれ？あ、おお、エリーお嬢さん。おじい様、アーネストさん。え？エリーさんのおじいさん。なかなか会えないが、元気でやっているようだね。仕事の方は頑張っているのかな？はい、まだまだ新人なので至らないところもありますが、マクダール家の名に恥じぬよう精一杯頑張らせてもらっています。前にも言ったが、家のことは気にすることはない。そちらの諸君は同僚の方々かな？あ、はい。はじめまして、クロスベル警察特務支援課ロイド・バニングスと言います。ティオ・プラトンです。どうも、ランディ・オルランドス。私の名前はヘンリー・マクダエルという。どうやら孫娘がいろいろと世話になっているようだね。いえ、そんな。世話になっているのはむしろこちらの方で。まあ確かにお嬢には報告書とかの書類作りでもだいぶ助けられちまってるよな。少しはランディさんも手伝うべきかと思いますが。充実した職場で何よりだ。しかしお嬢さん、たまにはご実家の方にもお顔を出された方が。すみません、そのせっかく自立したのに頼るのもどうかと思いまして。ですが。いいんだアーネスト君、それだけエリーの決意も固いということだろう。お前が選んだ道、納得のいくまでやってみなさい。公私混同はできないが、できるだけ協力させてもらうよ。はい、ありがとうございます。それでは行こうかアーネスト君。次は商工会との会合だったな。はい、5時からになります。すんげえ車だなおい。やっぱりお嬢の実家ってものすごい金持ちなのか？そのはあ、うわ、ロイドさん、ヘンリー・マクダイル、このクロスベル市の市長さんの名前じゃないか。な、なに？本当ですか？確かにデータベースでもそう記録されていたような。ふう、今まで気づかれなかったのが不思議なくらいだと思うけど。いや、最初に名字を聞いた時に引っかかってはいたんだけど、なんだかいろいろあったからすっかり流してたっていうか。いや、でも確かに面目ないな。まあ別に気にすることないわ。祖父が何者であろうと私には関係のないことだから。それより早くイリアさんたちに報告しましょう。面目ないけれど、きちんと引き継ぎのことを伝えないと。ああそうだな。ところでそのお嬢のじいさまがなんでアルカンシェルに来てたんだ？あ、そうね、今回の新作は市の創立記念祭と合わせて公開されるそうだから、その関係の打ち合わせにいらっしゃったのかもしれないわね。
皆さん、ふぅ最高っすよ。すごかった。ちんとしました。このまま詰めていけばなかなかのシーンにはなりそうよね。リーシャ、月の姫のターンだけど、ほんの少しためを作りましょう。太陽の姫もそれを受けて今日疲れる演技を入れるから。はい。すごいですね。一つの舞台を作り上げる、それだけのためにここまで。ま、せっかくよくできるんならとことんやるのが筋ってもんでしょ。それよりもどうしたの？なんか進展でもあった？少々残念な報告もしなくてはいけませんが。いいわ。劇団長も呼んでくるからここで話を聞かせてちょうだい。いい？まさかそんな危険なやつが。そんな本当にそんな人がこの町に？へえ、面白いじゃない。東方神外に伝説と謳われた影のごとき不死の暗殺者か。いいわね、舞台向きのキャラだわ。そうだ、第三幕の白装束のイメージに使えるんじゃないかしら。イリア君、そんなのんきなことを言ってる場合じゃないですよ。ヘイユエという勢力がインという犯罪者を雇っているのは確かなようです。そのインがどうしてイリアさんに脅迫状を送ったのか、そこまでは分かりませんでしたが。どうもただのいたずらであるという可能性は低くなってきたみたいです。その公演を中止するというのはありえないわね。たとえ劇場の爆破予告があったとしても、私たちは舞台から降りたりしない。そうでしょ劇団長。まあそうだね。イリア君ほどではないにせよ、私たちは多かれ少なかれ舞台という魔物に見入られた人種だ。おそらくただの一人としてうちのアーティストたちが出場を辞退することはないだろう。その私も新米ですけど同感です。やれやれ、素晴らしきは舞台の亡者たちか。となると他の部署に警備などを引き継ぐ形になっても構わないと。まあ正直鬱陶しいけど、背に腹は変えられないわね。捜査一課だっけ？どういう人なの？その担当者って。見るからに有能そうというかエリートといった感じで。実際相当優秀だとは思います。捜査一課というのは警察でも名実ともにエリート集団ですから、あくまで目立たない形で完璧に警備するのではないかと。うげえ、勘弁してほしいわね。でもまあお客さんもいることだし、安全には配慮するしかないか。まあ我慢してくれたまえ。どうせ君のことだ。舞台に集中し始めたら他のことは一切どうでもよくなるんだろう。失礼ね、客には気を配ってるわよ。舞台は観客とも響き合うことで初めて真の意味で完成する。劇団長がいつも言ってることじゃない。君の場合はとてもそう思えないんだがね。響き合うというより無理やり自分のリズムに引きずり込むというか。なんていうかつくづく本当に舞台バカなんですね。それじゃあロイドさんたちはこれで捜査の方は。ああ申し訳ないけど、まああとは一家が引き継ぐし心配することはないと思うよ。そうですか。まあ弟君に担当してもらえないのはちょっと残念だけど。いろいろと調べてくれて感謝するわ。お礼にチケット全員分送るから暇な時にでも見に来てちょうだい。そうだね、記念祭中の分は無理だが、来月分のチケットでよければプレゼントさせてもらうよ。まあ
マジっすか。いやー、再来月分になるって諦めかけてたんだけどな。太っ腹です。エリすみません、そのなんだか迷惑ばかりおかけしてしまったみたいで。いや気にしないでよ。もともと警察の仕事なんてのは地道な無駄骨の繰り返しだしね。防犯とかそんな感じですよね。そうそう、リーシャちゃん、俺たちのことは気にしないでプレ公演頑張ってくれよな。はい、ありがとうございます。プレ公演？なんだ、知らないのか。アルカンシェルは毎回新作の本公演の前に一度だけお披露目の舞台をやるんだよな。はい、私も今回が初めてですけど、国内外の関係者やマスコミの方々が招待されるんだそうです。公演を後押ししてくださっている偉い方々も見に来るらしくて。そうなのか。ひょっとしてマクダイル市長も招待を？あ、はい、主賓としてお迎えするそうです。記念祭と合わせて今回の公演を後押ししてくださっているらしくて、今日もお忙しいところにわざわざ陣中見舞いに来てくださいました。そうですか。リーシャさん、プレ公演頑張ってください。リーシャさんなら初めてでもきっと大丈夫だと思いますから。そうだな、練習を見る限り何の心配もいらなさそうだったし。おお、絶対にいい舞台になるって。すごく楽しみです。ありがとうございます。そのとっても心強いです。それでは私稽古に戻りますね。皆さんありがとうございました。失礼します。今日はもう帰るか。だな。なんだか気が抜けてしまいました。そうね。